はい、こんにちは。占い評論家の岡田です。今日はですね、笑いと治癒という本を紹介したいと思います。医学ジャーナリストのノーマン・カズンズという方の書いた本です。膠原病とかですね、そういった一般的な難病と言われているものを、克服した体験をもとに、書かれたものです。笑いというのは、笑いですね。インド人の医師の方で、笑いヨガというのを提唱した方もおられますね。治癒というのは、これビタミン C 療法です。高濃度ビタミン C 点滴なんてのありますよね。体も柔らかくなるということで、健康な方も行っていますが、このビタミン C というのを重要視したものですね。ということで、笑いとビタミン C、この2つをしっかりと行うことが大事だというのを書いた本です。やっぱり人間の体というのはトータルなものですので、日々の健康のためにもこの2つは欠かせないということを教えてくれる名著と言われています。はい、ではまたアップいたします。